皆さんこんにちは。ガンダムウィンドオーケストラコンサートマスターサクソフォン奏者の上野光平です。この度20周年を迎える目黒パーションの公演に出演させていただきます。僕はメグロパーションは個人的にも僕個人としても初めて、のホールです。どんな響きがするか今から本当に楽しみなんですが、我々パンダウィンドオーケストラとしてももちろん初めてですし、原田圭太郎さんとの共演も我々としては初めてです。もうずっと前からですね、共演したいな、一緒に音楽したいなというのを思っていて、やっとそれが今回こういう形で実現したというところです。もう曲も最高なもの、美味しいものばっかり集めました。最高級バイキングって感じ。もうね、僕はもう個人的にはジェームズ・バーンズのパガニーニの主題による幻想変奏曲、これはね実は小学校5年生の時の吹奏コンクールで取り組んで、もうその時からずっと大好きでね、いつかこれパンダでやりたいなっていう個人的な思いもありました。で、スパークのダンスムーブメントもとても聞き応えのある作品もあります。そして中学生とのコラボレーションもありますね。事前に我々が伺って、中学校に伺っていろいろなものをこう共有しながら音楽を作っていくっていう取り組みもございます。やはり教えるというよりは一緒に吹いていかにこう音楽を一緒に楽しむか、これがもう一番だと思ってますので、この中学生ならではの音楽っていうのが僕は絶対あると思いますから、その中学生ならではの音楽と我々ならではの音楽がこうどう一緒になるのか、これはもう当日ぜひ来て確かめに来てください。もう本当に最高なプログラムです。何度も言います、最高なプログラムですので、もうぜひこれを我々の響きを体感しに来てください。お待ちしてます。